後自動車道降りたところ、甲府を降りたところにある道の駅、駐車場も結構あっちの奥にもあるし、道の駅、お、大山って書いて大山って読むらしい。この向こう側にあんねんけどな、山が。こっちじゃないけど、あっちの方にあんねんけど。はい、ってことで道の駅奥大山、お、奥大山でした。はい、こんにちは。今回の買ってきたお土産はこちら、大山登山記念焦がしバター。またまたね、鳥取のお土産なんですよ。鳥取にね、またなかなか行けへんかなと思ってね、この前道の駅ハワイでね、いっぱい買ったんですけど、あの、またあの行っちゃいまして、大山って書いて大山って読むっていうね、この道の駅大山で買いました焦がしバターってことで、ロイヤルワッフルクッキー、ワッフル味やね。ワッフル味やね。ワッフルお菓子の種類やね。お菓子ですね、名所。5月まで賞味期限あるんですね。半年ぐらいあるんですね。これは買ったのは12月なんで。じゃあ早速、大山、大山登山記念、焦がしバター、ロイヤルワッフルクッキーを食べていきたいと思います。まあこれはあれやね、よくある包装紙開けたら中は白い箱っていうような感じのやつやね。もう包装紙はビリビリになっちゃうやつやね、これ。残念ながらね、ビリビリになっちゃいましたね、これ。はい、ってことでこちら、はい、そのまま真っ白ですね。あ、またあの崩れとる。あ、ちょっと思ってたのと違う。もうちょっとなんかあの絵見たらさ、ちょっと大きいかなっていう感じやったけど、まあでかい。ちょっと袋はね、なんかええ感じの感じになってるけど、ロイヤルワッフルクッキー実食。まああの絵の通り、チラン、あー、なんかテカってんね、いい感じで。はい、いただきます。あ、こっちだだけやね、なんかテカってんの。そうですね、ワッフルの甘みと、クッキーのね、硬さが混じったような、そんな味わいです。どういう意味だ、どういう意味だ。うん、あー、めっちゃポロポロ落ちる。はい、ってことですね、和風でした。鳥取の道の駅大山でロイヤルワッフルクッキーを、大山登山記念って書いてあるけどね、登山はしてないんですが買ってきました。ちょっとあれやね、しばらく鳥取行ってもお目にかかんで良さそうですね。はい、ではまたね、次回の動画。汚れとる、お菓子つきすぎて、バイバイ。